こんにちは、塩さんでございます。今回はとろこつ一本のせラーメンの魅力、大阪難波で人気のおすすめラーメン店を紹介させていただきます。大阪難波千日前通り商店街、この商店街のこの松本清さんの斜め向かい側に行列ができる美味しいラーメン屋さんがあります。名前は花丸軒宝泉寺店さん。この花丸軒さん、商店街を歩いていた時にたまたま見つけて気になって入りました。お店の前には海外の人が分かるような看板が置かれています。こちらのメニューを見ても海外の人向けに作られているのがよく分かります。なので海外の人がめちゃくちゃ多いなということを感じました。もちろん日本人向けの看板もありました。このとろこつ一本のせラーメン、こちらは本当すごいと思います。宝泉寺横丁の入り口にお店はありました。こちらの宝泉寺横丁入り口の方から見るとこんな感じで行列ができていたんですね。行列を並んで25分ほど経ってから店内に入れました。気になるサービスがあります。これはありがたいなと思いながら見てお店の中に入りました。メニューはこちらです。このとろこつ一本のせラーメン、こちらが一番人気。このラーメンを筆頭にいろんなラーメンが用意されています。そして半ちゃん味玉ラーメンなど焼き飯とのセットメニュー、こちらも人気だと思いました。食券機で購入していくようなスタイルになっています。席に着いてから分かったこと、それは食券機を渡してからの料理の提供は5分も待たずにということで、めちゃ早かったことでした。早速登場したのがとろこつ一本のせ味玉ラーメンです。これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。中心にある一本とろこつチャーシュー、これは期待以上のでかさです。めちゃくちゃでかいなと思いました。これが海外の人にも人気だそうです。とろとろの味玉、これがまずいいなと思いました。ネギ、海苔、これもまたいいアクセントになっています。とろこつを超えてメンマ、こちらめちゃくちゃいい感じですよね。とろこつ一本のせ味玉ラーメン、早速いただいていきます。飲んだ瞬間にうまい、そう感じるスープになっていました。背脂の旨味が効いた豚骨系のスープです。飲めば飲むほどにまた飲みたくなる、そんな味わいがありました。麺がまた美味しかったんです。麺は中太麺、こちらになっており、食べた瞬間めっちゃうまい食感だと思いました。この食感のうまさがたまらない、僕が好きな食感であると思いました。スープがよく絡んで美味しいんですね。味玉は濃厚な味わいでめっちゃうまいなと思います。このトロトロ感めちゃくちゃいいですよね。一つ食べるともっと食べたい気持ちになる、そんな味わいでした。一本とろこつチャーシュー、こちらもいただきます。持ち上げるとめちゃでかいと思いました。さらに食べるとトロトロなんですね。コラーゲンたっぷり、そう感じる食感と味わいです。食べるとでかさがより伝わりました。再び麺をいただきます。やっぱり好きな食感だと思いました。表面がつるんとした喉越しもいい食感になっているんですね。とろこつチャーシューを再びいただきます。ほんとでかくて美味しいチャーシュー、食べ応えのあるチャーシューでした。このとろこつ一本チャーシューをいただいた後は海苔もスープの中に入れていき、スープの中に浸して染み込ませていきました。その後この海苔を一緒に麺と食べていきます。こんな感じ、これがまた美味しかったんですね。海苔の旨味とこのスープ麺が絶妙に合うなということを感じました。もう一枚の海苔も早速いただいていきます。ハマりそうな味わいだと思いました。ナルトもいただいていきます。そして最後の麺をいただきました。もっと食べたい、そんな気持ちになりながら、麺がなくなった後はスープです。このスープやっぱり美味しいなと思いました。背脂の旨味、これがたまらないんですね。なので飲めば飲むほどに飲みたくなる、そのことを感じながらいただきます。最後まで美味しくいただきました。この一本とろこつチャーシューの入ったこちらのラーメンは
まず食べたい一品であると思いました。そんな感じでラーメンをいただいた後、焼き飯をいただきます。焼き飯はこちら中のサイズでいただきました。これ中のサイズでも見てください、大盛りぐらいのボリュームがあるんですね。中で大盛りぐらいの盛りなので、大にするとほんと超大盛り、そんな感じのボリューム感であると思いました。逆に小で普通サイズぐらい、そんな感じです。早速いただいていくと、あっさりした味わい、それでいろんな具材が入っているので、それらの旨味もしっかりあるなと思います。パラパラの仕上がり、これですごく美味しいと思います。美味しくてどんどん食べていきます。あっさりしているのでどんどん入るんですね。パラパラの仕上がり、この仕上がりであるだけでもやっぱり美味しいなと思います。いろんな具材が入っている、それも魅力的であると感じた焼き飯、ボリュームは見た目以上にあると思いました。このラーメン自体がこってりしていましたので、こちらがあっさりしていることでより味わいがいいなということを感じ、セットでいただく、これがまたおすすめであると思いました。最後まで美味しくいただいていきました。焼き飯もおすすめな一品であると思いました。ぜひ食べたいです。そんな感じでお腹いっぱいいただいて、花丸軒宝泉寺店さんを後にしました。今回花丸軒宝泉寺店さんでいただいて感じたこと、それはこの文言と行列のセットに惹かれるということです。早速いただいて、この感じた幸せラーメンの言葉、この言葉通りに美味しいラーメンであると思いました。背脂が効いた絶妙なこってり感、これが美味しいんですね。そして一度食べるとまた食べたい、そんな気持ちになると思いました。一本とろこつチャーシュー、これもまた期待以上のでかさと美味しさがあり、インパクトがめちゃくちゃあると思いました。そのハマる美味しさ、それは麺にもあります。この麺が僕が好きな中細麺、食感がとにかく美味しいんですね。さらに焼き飯、この焼き飯はボリュームからすごいと思いました。中だけど大盛り級、あっさり美味しい仕上がりになっていて、パラパラ仕上がりなのでハマります。大阪難波で美味しいラーメンを食べたい、そんな時におすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。花丸軒宝泉寺店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。